松島町は東北地方の宮城県の沿岸地域中部に所在する町である。太平洋の松島湾に面する地域で日本三景の一つに数えられる松島として広く知られている。七ヶ浜町及び陸町と共に宮城郡の一部である。松島の島々、松島の町並み。宮城県中部に位置し、大宇山脈から太平洋にまで至る。 絶上大地である松島丘陵が海に没する松島湾に面してある。松島丘陵及び松島湾の多頭海によってなる景観は風光明媚として古くから知られており、古代以来歌枕として、そして近世中期以降、とりわけ近現代では観光地として旅行者を引き寄せている。透明が歌枕として知られる大島。 津波で浸水した松島海岸駅前の様子。復旧した松島海岸駅前の道路。2011年3月11日、マグニチュード9.0の東北地方太平洋沖地震が発生し、松島町は震度6弱を記録した。CF 東北地方太平洋沖地震の前震、本震、余震の記録本震。さらにこの地震が引き起こした大津波は、 東北地方の太平洋沿岸部全域に未曾有の被害をもたらしたが、松島一帯は、東浅の多島海という松島湾の地勢が津波の威力を減衰させたとみられ、周辺地域との比較の上では警備と言える被害に止まった。ただし、あくまでも他地域の被害状況が激甚であるために言われているのであって、一件の災害として小さいわけではない。犠牲者を含む被災者、 養殖施設、史跡、観光施設、船舶などの破壊、流出、浸水、自然地形の崩壊などといった被害が、島所部と沿岸部にあった。CF 東日本大震災。4月18日、被害の大きかったベルギー・オルゲール・ミュージアムが、復旧再考を断念し、閉館を発表した。4月21日にこの時点で、死者2人、行方不明者7人、 避難者270人。松島町役場の庁舎。観光と水産業によって立つ町で、特にカキは名産とされる。松島高校の校舎。松島町立松島第三小学校、第四小学校は、第二小学校に統廃合となった。小学校の再編成に伴い、幼稚園も統廃合となっている。潜石線の松島海岸駅。 国道45号の松島座霞ヶ浦付近。松島海岸駅にのみ駅長、助役が配置され、他の6駅を管轄している。松島海岸駅が、社員配置駅、松島駅、高城町駅が、業務委託駅、市内沼駅が、官委託駅、アタコ駅、手損駅、陸前と山駅が、無人駅である。津波に備え、歩道橋を待避所として使用するために、 町内随所に歩道橋までの距離を表す標識がある。五大道へ向かう透かし橋、随岸地の本殿、原禄線穴の穴頭、ありがとうございます。